カイラス山でシバとパールバティがガネーシャをあやしている。姿世界軸は、大地と天との接続点を表すシンボル。また二つの領域間の移動手段、通信手段でもある。そこでは、四方位が交わる場所であり、天からの世界軸は、世界の中心、すなわちオムパロスでもあり、世界の開始点にあたる場所に置かれる。世界軸は、様々な文化に存在し、 異なった形態となって現れる。その象徴は栄養を供給する、へそののように女性的な場合もあれば、子宮に受精させようとする陰形のように男性的な場合もある。自然の物体であれば山、木、鶴、茎、煙や炎の柱であり、人間の手による人工物であれば、棒、塔、はし階段、五月柱、十字架、先頭、縄、トーテムポール、 柱などである。髪型への思考は宗教的なものと深い関係にあるが、非宗教的なものであることもある。世界軸は呪術やアニミズムの信仰体系を持った文化の際立った特徴ではあるが、最先端の科学技術を持った国々でも見られる特徴である。つまり高さへの衝動が世界の中心という概念によって高層建築物と根強く関係している。 自分の家や土地を世界の中心と考えることは、それらがその人にとっての活動領域の中心であることから自然な行為と言える。中国という名称は世界の中心に位置しているという古代の考えを表現している。富士山自らの慣れ親しんだ世界内で特定の場所、大抵大地と天空とが近接する山などの高い地点が中心の中心。 すなわち、世界軸としての地位を獲得する。高い山は、典型的にその付近の住民によって神聖なものと、みなされている。性病は大抵頂上や、基礎の上に直立している。日本で最も高い山である、富士山は、日本文化において、昔から、世界軸の象徴であった。混乱山脈は中国で似た役割を担っている。数族の信仰では、 ブラックヒルズが世界塾である。カイラス山はチベットの諸宗教にとっては神聖なものである。イスラムではメッカのカーバ神殿。古代メソポタミアにおいてはシュメール人やバビロニア人らが人口の山であるジグラットを川沿いの平野に建立した。ジグラットは頂上に位置する神殿へとつながる階段の土台となっていた。メキシコのテオティワンを築いたネイティブアメリカンは テムへと向かう階段が印象的な巨大なピラミッドを建てた。中国には道教で世界の中心にある山として知られる根論がある。山へ行くということは自らを精神的な生活に捧げることを意味していた。ありがとうございます。